まれに見る暑さに見舞われた夏が去って、広場に佇む人がいました。製材所で製材が行われていました。桑の木を二寸五分の厚みにスライスしていきます。町屋五丁目に住む飯岡時三郎さんは、仏壇作りで荒川区指定無形文化財保持者に認定されています。時三郎さんが仏壇の製作に取り組み始めました。木地工程です。3年以上乾燥させた木材を使っての木取り。今回時三郎さんが手掛けるのは、縦2尺5寸横1尺8寸奥行き1尺7寸の仏壇です。強い日差しと潮風を浴びて木目が細くて丈夫、独特の色つやを持った三宅島産の桑の木シマクワで仏壇を作ります。今日仏壇作りにはいろいろな素材を使います。黒炭、紫炭、薬杉、霧、クワです。寸法ごとに切断した後、必要な厚みに削ってから貼り合わせます。真田紐で固定します。仏壇作りに使う道具類、のこぎりやのみ、かんな類、飯岡時三郎さんは大正12年西尾久の生まれです。13歳の頃から父親について修行し、技術を習得、戦後独立。長い間東京唐木仏壇工業協同組合の組合長を務めてきました。時三郎さんは、東京の仏壇は江戸指物の伝統を受け継ぐもので、比較的淡白な装飾のない手作りを守り続けていると言います。また生地本来の持ち味を生かした古典的優美さにも配慮しています。唐木仏壇を伝統的な手法で作る技術は大変根気がいり、習得するのに長い年月がかかり、そのためか近年職人の数がめっきり減っています。時三郎さんは伝統の火を絶やさないよう、後継者の台頭を待ち望みつつ、仏壇作り一筋に励んでいます。
時三郎さんの生地工程は中削りから留め切りへと進みます。留め切りは台は引き出しなどを組み立てるため留め部を45度に切ります。この縁を二皮付けします。重ねの台は四隅を二皮で留め付けます。長年鍛えた技の冴え、時三郎さんの職人芸です。房中館あり、奥さんや長男夫婦、お孫さんたちと楽しいひとときを過ごす時三郎さんです。行った時にね、それ捕まえたのね、うん、そしておじいちゃんが怖いから行っちゃったんだよ。今か行って、うん、セミ捕まえた、セミ捕まえたの、油ゼミ豊子は、うん、それでね、花火やったのね、その時ね、普通にね、ドンって出る花火があって、それか普通にシューって出るのがあるの、ほんで写真ドンって言うから豊子君怖いからもう嫌って言って行っちゃったの。こうシュシュシュって、まあネズミ花火やったり、あ、ちいち、そういうのじゃなくて普通の花火みたいので、うん、バーって割れたの、割れたの、そしてシュシュ夏の思い出だ、それじゃ豊かちゃんはね、いろいろ怖いことばっかりやってた、こんなっぽく怖いの、これ。今日はどこ行くの？今日はお散歩行くの。おじいちゃんも連れてっていいよね。クワを使っての仏壇作りがはかどります。引き出し作りです。引き出しの縁を小ガンナで削り、ペーパーをかけ二皮を塗ります。屋根の部分をミシンで切り抜きます。小刀で
屋根前の太鼓下を削ります。台は、シリンと銅板を組み合わせるため、ほぞ取り、穴掘りを行ってからの面取り、雑巾釣りなどの角を、コガンナを使って丸みを出します。ホタテ板を、キワカンナで削ります。生地工程の大詰めは組み立てです。台、ホタテ、天井、雑巾釣り、障子、引き出し、オードなどを入念に組み立てます。奥柱を立てます。障子です。生地工程に続いて彫刻工程です。時三郎さんの意図をよく理解する区登録無形文化財保持者の坂場圭さんが彫刻を担当。熟練の技。工程は下描き、ミシン引き、粗彫り、中彫り、仕上げと続きます。生地工程が済んだ仏壇は虫屋さんに出され、そこで着色や下塗り、中塗り、上塗り、担保仕上げを施された後、再び時三郎さんの手元に戻ってきました。組み立てです。
部材を取り揃え、車を張り、天井、裏板などを取り付け、欄間をはめ込み完成させます。長板付け、黄土を取り付けます。最後は漆を丹念に塗って仕上げます。また違うでしょ、これ色がね、艶がね。桑の木の持ち味を生かした素朴な美しさ、渋く落ち着いた手作りの味、仏壇。飯岡時三郎さんはこの道60年、さらに伝統の技と心に磨きをかけて仏壇作りに意欲を見せています。